幸せに聞くなこれ。だから細かいのは書いて釣れない。逆にっていうか、本当に今まで、ね、もう本当に40数年トップでバス釣りやってて、めったに出会わない、もうサソリにしても、そのこれは絶対ランカーが取れるっていうルアーが、まあ一回出してるんですけど、最後ちょっと取り込みが あまりにも引きの凄さにちょっとこう、まあもう逆回転しちゃってこんなになってます。こんなに取り込みというか慌てましたね。もう完全にいつも慌てるんですけど、それにも増してちょっとパワーの凄さにリールも負けなかったですし、こんな変されちゃってるし、もうこれも確信持てたのが、絶対ビッグバスが釣れるっていうのは、もうルアー作って20年で、もう本当釣り合って40年、本当にね、商売とか抜きで絶対これでかいの取れるっていう確信を持っててました。もう絶対そういうアクション、もう本当にね、でかいのが食ってくる。ノーズで叩くのもそうだし、このダブルのこの音もそうですし、あとこうやっぱもうこんな何かにイミテートしたルアーじゃないんですけど、もう本当に抽象的なデザインなんですけど、もう確実にまあ魚とか、まあ小動物とかそういう感じのアクションは、形はこんな抽象的な、何なのこれって感じのあれなんですけど、やっぱりすごい。もうアマゾンで村田さんがやるんでトップ作ってよで作っていた中の一つで、ものすごいバカでかかったんですけど、でアマゾンでも結構聞いたらしいんですが、で名前もダブルバズルっていうのを村田はじめさんが命名してくれたルアーなん でそれをバス用にちょっと我々の方で改良して、2回目のリリースなんですけど、ちょっとこのペラの角度ね、2つついてますリアに。でこのボールもわざわざ作りました。普通ない大きさ、バカでかいボールと、これもね、ビス、これが2回目きかけてるんで、やっぱりこの周りがすごいスムーズで、よくこう回してやってから使ってもらえればなんですけど、ノーズで叩くターンもすごい、もうワイパーみたいなターンと、あとはもう本当に畳めきでもすごい、ちょっと普通のリアペラとは違う、もちろん、逆へ回ってますから、これがやっぱすごいアピール取れますし、ウィードレスもある。
でダブルでね、今日秋なんで11月の中旬なんで、すごい弾かれるんですけど、このダブルフックでねやってきたんですけど、それでもちゃんとね弾かれるようなものでも、デカバスなんで、もう今日2回あったんですけどね、デカバス、まあそこ合わせたら3回かな。もうすごいでかいのが食ってくる、もう本当に。まあこういうちょっともうリザーバーがねもう終わりつつあるんですけれども、そういうリザーバーでも最後でかいバスの荒食い、もう威嚇食いですよね。ダブルバスぜひ試して使っていただきたいと思います。これ本当にもう何十年かぶりのこのランカーの、ランカー取りに行くためのルアーが完成しましたんで、でもう本当に完全にマイナーチェンジしてリニューアルしてる、全然前のダブルバズルと違うアクションになってます。できればもうこれも新作のダブルバズルと感じで言える形になってます。ぜひちょっとダブルバズルデカバス最後今年釣ってください。